ウィンディーナビ 4K 放送徹底解説教えて西島先生ウィンディーで9月から新しく始まった 4K サービス 4K サービスのこと何にも分かってない危機感を感じた今井はウィンディの中で一番先生っぽい営業部西島さんを講師に迎え 4K 放送の授業をしてもらうことにしたはいこの授業はたった5分しかありませんのでね じゃんじゃんスパルタでいきますよいいですかじゃあ今井君、四 4K の何がわからないわからないことがわかりませんじゃあ基本からいくよ 4K ってさあ何ですか 4K 今のところ外質が良くなったよということしかわかりませんそんなことしかわかんないのかこのバカチンが じゃあしょうがないまず 4K の映像のことについて解説するよ 4K は映像の画像解像度のことを言うんです解像度が高いほど細かい部分までちゃんと表すことができる画素ってわかるかな画素細かい点々がいっぱい集まってるんですよねそうそうこうねテレビ画面があるとこういっぱいこう点々があるねはい でこういうふうな点が集まって映像を簡単に説明すると画素の数が多ければ点々が引き伸ばされることがないため時代とともにテレビ画面が大きくなっても画質よく番組を楽しめるってわけですちなみに 4K の K っていうのは何キロとかの K と同じで1,000の単位につくアルファベット4,000画素あるから 4K なのですうちのテレビ ものすごく、こんなくらい小さいんですけどそれでもウィンディーに加入すれば、4K で見られるっていうことですかそんな小さいテレビでテレビ見てんの <laughs> 大丈夫,大丈夫 <laughs> 残念ながら、今井くんちのこんなちっちゃいテレビでは 4K は見れません 4K を楽しむなら、4K 対応テレビを電気屋さんで買ってくるようにしてください 買う前にどんなテレビを買ったらいいかウィンディーに相談するのも一ついいかもしれませんね。テレビとあとあは何を用意したらいいですかウィンディーで 4K を見るならこの専用チューナーナがあれば大丈夫、うん、これはウィンディーからお客様に貸し出しをして取り付けをするのでお客さんの負担はゼロ。 工事の方法も、その都度ウィンディーのスタッフに聞いてくれれば、オッケーです。わかりました。じゃあ、そのいい画質で、ウィンディーでは何が見れるんですか。うん、今井君いい質問だね。では、ウィンディーの新しい4 K. コースについて説明しよう。今井君はどんなテレビを見るのが好きかな。うーん、私だったら、アニメもよく見るし、音楽番組も大好きです。うん、そんな今井君には。 A の 4K コースがおすすめかなそれに ATX アニメシアター X オプションでつけるのがおすすめだねウィンディ新 4K コースは2500円から5500円まで6つのコースでお楽しみいただけます例えば今井くんにおすすめした A4K コースこのコースは音楽、映画、アニメ、スポーツなどの他チャンネルや地デジとチャンネルウィンディー BS 放送6チャンネル、J スポーツ 1ワン、2、3が含まれていますここに ATX、アニメシアター X をつけると今までだったら関東の方でしか見れなかったアニメが見れたり1週間遅れで見てた番組が最速で見れたりするんだよいいな ATX 見たいなしかも宝塚好きにはたまらない宝塚スカイステージっていうチャンネルも 4K コースだけに加わったんだよ 宝塚だけの番組もウィンディーで見れちゃうんですねまだ知らない人多いですよねもったいない録画はどうしたらいいのインターネットと組み合わせて使うといくらぐらいになるのといった詳しいことをお聞きになりたい皆さんはぜひ西島先生までお問い合わせください 4K のことすごくよくわかりました西島先生ありがとうございましたこちらこそありがとうございますさて 商談に行はい。